また新しいスマートフォンが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。ウレフォンのアーマー21です。こちらの端末はですね、私のチャンネルではおなじみのウレフォンのタフネススマートフォンのシリーズ、アーマーシリーズの最新モデルになります。防水防塵対衝撃性能を持ったタフネス,スマートフォンなんですけど、この端末はさらにプラスアルファーしてちょっと面白い機能がついていますので、早速で、ね、紹介をしていきたいと思います。 箱の方はね、いつものアーマーシリーズの箱ですね。それでは開けていきましょう。それでは同梱品確認していきましょう。まずはストラップが入っております。で、こちら充電器ですね。まあ EU プラグになりますけれども、一応出力は 33W です。で、本体の方も 33W の高速充電に対応しています。あとは充電用の Type-C、Type-C のケーブルがついています。あとは SIM ピン。 あとはですね、ディスプレイの保護ガラスですね。柔らかいフィルムではなくて硬いガラスが入っています。それではですね、本体の方を見ていきたいと思います。もう半分出落ちなんですけれども、もう見てわかりますかね。この端末の最大の特徴は、まあ一つはね、防水防塵対衝撃性の持ったタフネススマートフォンというところなんですけど、もう一つはですね、ここにめちゃくちゃでかいスピーカーを搭載してるんですね。これは一体何に使うんでしょうか ちなみにこちらの巨大なスピーカー 3.5W で最大122デシベルの出力に対応しているということです。それではね、とりあえず一番インパクトあるところは見てもらいましたので、ぐるっと本体の方を見ていきたいと思います。まずタフネススマートフォンなので、背面はゴムっぽいよくある素材ですね。で、サイドが金属フレームということで、この辺は従来からあるタフネスマートフォンとさほど変わりはありません。まあ、一目でタフネスマートフォンといった感じです。 一応サイドですね。サイドにボリュームボタンと電源ボタン兼指紋認証センサーです。 逆サイドにシムスロットがあります。で、これカスタムボタンですね。で、ウレフォンの端末はここにオプションパーツがつくんですけれども、その接点がここにあります。上の方にはですね、専用のケースをはめ込む溝がありますね。ウレフォンのこのアーマーシリーズ、タグネスマートフォンって通常ケースはないんですけれども、ウレフォンについては、まあ、別売りになりますけど、専用のケースが用意されてるんですね。だからより防御力をアップすることができるんですが、それを引っ掛けるね、ここに溝があります。で、ここに IR ブラスターですね。 まあ今までウェルフの端末であまり見たことがなかったので、いわゆるこうリモコン代わりに使えるね。まあシャオミの端末なんかによく搭載されているものですね。で、そこにタイプ C と、あと珍しい3号のイヤホンジャックも別にありますね。で、これはキャップ付きになっています。それでは重量を測ってみましょうか。 重量は 403g ですね。400g を超えてしまっています。ちなみにね、重たい理由は一つはやっぱスピーカーを搭載しているということと、バッテリーの容量が多いんですね。バッテリーの方は 9600mAh の大容量のバッテリーを搭載しています。ちなみに厚さは 18.7mm です。一番厚いスピーカーは 24.6mm です。 それでは実際の端末を見ながらね、スペック確認していきたいと思います。まず壁紙がすごく綺麗でいいですね。デザイン的にはすごくおしゃれだと思います。ディスプレイサイズは6.58インチです。解像度はフル HD プラスです。で、さらにですね、これ1 2 0ルツの高リフレッシュレートにも対応してるんですね。 設定メニューの中からリフレッシュレートを選択することができます。まあ残念ながらこの設定メニューは日本語化されていません。一応60,90,120とまあ自動ですね。まあこの4つから選択することができます。それでは端末情報で主なスペック確認していきたいと思います。まず気になる SOC はメディアテックのヘルの G99 です。 5G には対応していませんけれども、アンツーベンチマークで30万点を超えてくるなかなかですね、低価格のスマートフォンにはよく使われているんですが、そこそこ性能がいいので、この SOC はね、まあ人気があると思います。メモリーは 8GB です。で、あとラボの拡張機能に対応していて、今 8GB 増えてますね。だから 16GB になっています。で、Android バージョンは最新のね、まあ13になっています。ストレージは 256GB ということで、この端末もね、激安のタフネスマートフォンになりますけれども、 メモリーも8位がね、ストレージも2ろということで、まあ、この辺はですね、本当によくある構成ですね。ヘルの G99、4G のね、SOC に、そこそこ大容量のダムとですね、大容量のストレージを組み合わせる。これが最近のね、架安タグネススマートフォンのトレンドになっています。それでは最初から入ってるアプリはこんな感じですね。特に余計なゲームとかですね、動画配信サービスとかのアプリは特に入っておりません。 ストレージは2頃なんですけれども、初期の状態で2 5 g イと使っています。まあ、ちょっとこれはですね、アプリそんなに入ってない割にはちょっと多いですね。それではね、この端末の一つの売りはさっきスピーカーって言ったんですが、これスピーカーでもちろんね、まあ、音は出ます。これはまた後で見ていきたいんですが、その前に、このスピーカーの前がね、これ光るんですよ。こんな感じで光ります。まあこの光り方ある程度ね、コントロールできるんですけれども、 わかりますスピーカーの周りが光るんですね。で、ちょっと今ね、色がわかりづらいかもしれませんが、この色もいろいろ設定できます。こちらのスピーカーのね、周りのライトの光り方ですけれども、設定メニューから色々設定できるんですね。で、やはりですね、スピーカーについているので、なんか音に合わせてね、光るような設定をこうしたりできるみたいです。ここに一応ね、そのデモが出てますけれども、まあ、ここでそのね、光り方を設定したり、あと通知ですね。 まあ当然通知にも使えるということで、例えば、えー、着信があった時にどういうね、光り方をするかっていうのをここで選択したり、あと色ですね。どの色で光らせるかとかですね。あと通知ですね。えー、っと、着信ではなくて通知なんかもどういう光り方をするかっていうのがある程度コントロールできます。であと充電している時ですかね。充電の時の光り方も一応ここで選択できるようです。あとですね、どのアプリの 通知で光らせるかっていうのもできるみたいですね。だから全部のね、通知を光らせてしまうと結構鬱陶しくなっちゃうんで、例えば今は電話とメッセージだけはえ通知ランプを光らせてくださいっていうようなね、そういった設定ができるみたいですね。 えっと、今ですね、あの音楽聴いてみましたけれども、で、あとここ光るのもね、確認したんですが、まあやはりですね、ボリュームを大きくするとかなり音は大きくなりますね。普通のスマートフォンよりは全然大きくなります。で、ちょっと映像には撮ってないので、撮ってないというか、撮ってもですね、音割れしちゃって多分聞こえないと思うんですけれども、まあやはりね、屋外でキャンプしたりとか、まあバーベキューしたりするときに、 音楽を流したりするには非常にいいんではないかなと思います。まあ、ただ、スピーカーそのものはやっぱりあくまでも大きな音を出すためのスピーカーなので、その音質がどうこうっていう感じではないですね。どっちかというと、音が、大きな音が出せるスピーカーといった感じです。端末はですね、電源ボタン兼指紋認証センサーになっています。それではちょっとやってみましょう。はい。こんな感じです。もう一回いきますね。ちょっと一回消して。はい。まあ、特にね、問題ないです。 あと、顔認証にも対応しています。やっぱりアウトドアで使うときはね、手袋をしたり手が濡れていたりするので、指紋認証で顔認証の方がいいと思います。それでは、つけて、顔に向けます。こんな感じです。もう一回行きますね。つけて、顔に向ける。はい。こちらも特に問題はありません。あとですね、タフネスマドーネよくついているグローブモードも搭載しています。まあ、グローブモードというのは、まあ、手袋をしたまんまでも、まあ、タッチ操作ができるね、機能になります。 それではまずこれはですね、グローブモードオフの状態です。まあ当然指では操作できます。ただこういう布でやると、やっぱりちょっとね、反応しなくなっちゃうんですね。それではグローブモードオンにしてみました。当然ね、えっ、ー、と指では操作が可能です。指ではね、当然操作可能なんですけど。じゃあこの布を使ってどうかっていうことですね。それでは布を使ってやってみたいと思います。はい。一応反応するようになりましたね。あ そうですね。完璧ではないんだけれども、まあ一応反応しやすくはなってますね。うん。でも、そうですね。ちょっとたまにやっぱ反応しないときはありますけど。はい、こんな感じです。それでもやっぱり全く反応しなかったのが反応するようにはなりますね。それではこの端末の一つのよりね、このスピーカー、まさっきから何度も紹介してるんですが、まあこれに関連した面白いアプリが入っていましたので紹介します。えっ、ー、と、これね、何使うのかよくわからないんですけど、 ちょっとここにね、車のエンジン音ってなるんですけど。<noise> まあこんな感じで車のエンジン音が出せるという機能ですね。本当に何使うかわからないです。で、まぁ、あ、アラームはね、 まあこれは何かアラーム的な感じで警告を鳴らすときに使えるのかなというところです。あとこれ犬の鳴き声。 これもですね、本当に何使うか分かんないですね。前も似たようなね、機能を搭載してるのがあって、なんか熊よけかななんて思ったりもしたんですけど、ちょっと正確には何使うか分かりません。で、あとはですね、これはですね、なんか多分ホコリとか入った時に、スピーカーのね、ホコリを飛ばすあの音だと思います。で、こっちは水ですね。逆にこう水を出すものだと思います。これね、やるとね、ちょっとこういう音が鳴ってね、こうかなり振動してるんですよ。 ここはかなり振動してて、まあ、多分ここから怒りがね、こう出てくるような感じになるんじゃないかなと思います。はい、次はこっちですね。水の方ですね。これもやっぱり、スピーカーが振動していて、中の水を、まあ、こう振動でね、外に出すような機能になっていると思います。それではこの端末はですね、タフネススマートフォンでは珍しい IR ブラスターを搭載しています。シャオミ i の端末にはよく搭載されている、 まあ、要はスマートフォンがリモコンになる機能ですね。で、これはですね、このリモコンのね、アプリから設定することができます。で、とりあえず今ね、私のうちで、まあ、使ってるリモコン何件か登録してみました。まあ、こんな感じでですね、まあ、設定するときはここからですね、リモコンを追加ということで、まあ、これでね、例えばクーラーとかテレビとか選択して、まあ、例えばクーラーで、でとここにメーカーが出てくるんで、例えばじゃあシャープですよっていうことで、 まあそれでですね、これで実際に操作して動くか動かないかっていうのをね、試していきます。で、これで操作して動かなかった場合は次を選択みたいな感じで、えー、2個目ですね、これ第1って書いてあるんですけど、これは第2になって、で、第3、第4みたいな感じで、要は合うやつをこうね、順番に探していくという感じです。最終的にやっぱり見つからないものもありますね。だからまあ使えないっていうことになっちゃうんですけれども、まあこれはどうしてもね、対応してるしてないっていうのがあるので、しょうがないと思うんですが、まあまあ主なやつは、 使えるんじゃないかなと思います。100%ではね、もちろんありませんけれども。じゃあ、例えばね、今この部屋にクーラーがあって、これね、ハイセンスのクーラーなんですけども、これちょっと押してみます。で、こういうね、リモコンになっていて、ちょっとこ、こっちにね、エアコンがあるんで、ちょっと押してみますね。はい。動き始めました。音をピピってしましたのわかりますこれで、温度ね、ちゃんと変えたりすることもできますんで、まあ、こんな感じでスマートフォンがリモコン代わりに使えるという機能です。 それでは次はカメラ性能を見ていきたいと思います。で、カメラもですね、タフネスマートフォンらしいカメラ搭載していますので紹介します。えっと、まずメインカメラは6400万画素 IMX686 というものを搭載しています。まあ、これは普通かもしれないですね。で、もう一つがね、2400万画素のナイトビジョンですね。暗視カメラを搭載しています。まあ、これもタフネスマートフォンではごくごく当たり前になりつつありますけれども、まあ、通常のスマートフォンでね、やっぱり暗視カメラ、ナイトビジョン搭載しているスマートフォンとていうのは、 ちょっとね、なかなか見ないので、そういった部分でタグネススマートフォンらしいカメラを搭載しているということです。で、さらに2400万画素なんですね。このナイトビジョンって2000万画素のカメラが結構多いんですけども、まあこれは2400万画素ということで、若干ね、画素数が高いものを搭載しています。それではですね、カメラアプリ見ていきたいと思います。今写真の撮影モードですけど、Google レンズありますね。あとはオート HDR AI とかね。まあ大体この辺はよく見る機能なんで、特別紹介するところはね、ないですね。 はい。あとは、フィルムモードっていうのがね。はい。こんな感じです。これはまあ、なんでしょうね。フィルター的なモードですね。あとは、えっ、ー、と、夜景とか美顔、ダイナミック、ポートレートですかね。プロモード、スローモーション、タイムラプスということで、この辺もまあ、一般的な撮影モードは一通り揃ってるかなというところです。あとですね、動画の解像度でしょうかね。動画の解像度確認していきましょうか。動画の画質、一応 2K で撮れますね。2K で撮れます。 あとはナイトビジョンですね。これが暗視カメラです。これはレンズ切り替わりましてね。オートフォーカス対応していますね。ナイトビジョンも最近オートフォーカスしっかりと対応しているものが、そうですね。オートフォーカス対応していますで。珍しいのはナイトビジョンでも少しね、明るいとか、なんか食品とかね、若干フィルター的な機能が。 あるみたいですね。まあもちろんこう、モノクロっていうか、えー、色、カラーではないんですけども、ちょっと色味が変わる撮影モードっていうかね、ここで選択できるみたいです。これあんまり見ないですね。あとはですね、ナイトビジョン使った動画撮影もできますね。これで動画撮影モードで。はい、これでね、ナイトビジョンの動画が撮影できます。ちなみにナイトビジョンで撮影した動画はフル HD ですね。実際にね、撮影した写真と動画はですね、動画の最後に付けておきますので、興味がある方は見てください。 それではシムトレイ見ていきましょう。なんと最近ね、あんまり見なくなりました。トリプルスロットになっていますね。だからマイクロ SD カードを利用しながら sim カードを2枚させるということで、これはすごくいいですよね。 ちなみに、マイクロ SD カードは最大2イトまで対応しています。それではですね、とりあえずポボ二点2 0の SIM カードを入れてみました。4G のね、アンテナも立っていますし、まあ、ボルテのマークも出てるということで、メディアテックとね、SOC なる特に問題なくデータ通信、えー、ボルテの音声通話利用することができました。まあ、ただ注意点としてはですね、この端末は、ちょっとですね、そのバンドが変則でですね、最近日本のプラシナバンドにね、しっかりと対応している端末増えてきているんですが、 この端末はバンド19には対応してるんですが、バンド18ですね。au のプラチナバンドには非対応です。あと、バンド26もないんですね。だからちょっとね、あの、中途半端に対応してるような状況になってるんで、まあ、若干ね、最近フル対応してるものが増えてきてますんで、ちょっと残念かなと思います。それでも楽天モバイル の楽天モバイル回線のみになっちゃいますけどね。まあ、あとバンド19使って、どこもバンド8使って、えー、ソフトバンク。まあ、バンド1は使えますんで。まあ、今もポポ2.0のシムカード入れてますけどね。まあ、特に問題なく。まあ、おそらくバンド1で拾ってると思いますんで。まあ、使えないことはないんですけどね。ちょっとバンドが、まあ、フル対応はしていないけれども、バンド19には対応しているという状態です。 それでは最後、ウレフォンのね、タグネスマートフォンのいいところはいろんなオプションパーツが使えるということです。今回もね、たくさん送ってもらいましたので、一通り見ていきたいと思います。 まずはね、これ地味に嬉しい充電器ですね。このスタンド型の充電器です。これは本当にね、ここに挿すだけで充電できるということで、昔の柄系にはなんかこういうのセットされてるのありましたけどね。やっぱスマートフォンではちょっと最近見なくなりました。で、特にこの端末はタフネスマートフォンなんで、まあ通常はキャップをね、このキャップを開けて充電しなきゃいけないんですよ。そうすると当然ね、防水性能が徐々にあの失われてくると。どうしてもこのキャップが劣化して、 え、その防水性度がね、徐々に弱くなってくるということなんで、そういった部分で、まあ、ここに接点がありますけれども、まあ、おそらくこのね、スタンドとこの接点が当たって、ま、あ充電できるということなので、まあ、そういう部分ではタグネススマートフォンにスタンドっていうのは結構いいかもしれません。入っているものは、このプラスチック状のね、スタンドと充電用のケーブルです。で、ちなみにですね、これね、スタンドを使うと、その高速充電はできないんですね。えー、アウトプット5 v 2アになっちゃうんで、1 0トになってしまいます。これはちょっと残念。 それではね、電源を挿してみました。もうこれは本当にここに立てかけるだけですね。こういう感じで立てかけます。そうするとここがね、赤くなって今充電が始まりました。割とやっぱね、スマートフォン立てて充電するっていうのは悪くないですよね。なかなかスッキリしていいと思います。 それでは次はですね、専用ケースですね。アーマーケースということで、タフネススマートフォンには通常ね、ケースはついていないんですけど、ウレフォンについては別売りですけれども、まあ、専用のケースが用意されています。フルアーマー化できるってことですね。それではね、見ていきたいと思います。まあ、これはうちのチャンネルではもうおなじみですね。まあ、これがケースになります。まあ、ケース兼、まあ、マウントになってるんですよね。スライドのマウントになっています。で、これがカラービナーと、 あと、クリップ状のものですね。まあ、これで服やリュックとかにね、まあ、こう、挟んで付けられるようになります。本体に付けるとね、こんな感じです。もともとごついんですけど、よりごつくなりましたね。でも、やっぱりかっこいいですよね。なんか、鎧をつけてるみたいで、なかなかいいんじゃないかなと思います。一応、角をね、守る感じになっていて、サイドは結構ガッツリと開いています。まあ、だから、やっぱりこう、このマウントをつけたいっていうところがね、結構大きな目的になってるんじゃないかなと思います。 で最初に見たこの上のところにね、溝があって、ここにこれがね、はまってるんですね。ちょうどはまっていて、まあ取りにくくなっています。まあ、外すときはここをちょっと、この溝から外して、えー、ケースをね、外すという感じになります。それではこのマウントいってみましょうか。これは本当にスライドして、ここにですね、パチンっていうまでつけるだけです。まあこれで、こんな感じでね、まあどっかに挟んで使うことができるということです。まあこれはだいたい作りは今までともうみんな一緒ですね。 で、もう一つこちらカラビナですね。まあこれもリュックなんかに吊り下げるにはいいのかなと思います。まあただいつも言ってるけどなんかこういう感じになっちゃってね、バランスがちょっと悪いかなっていうのは未だに改善されないんですけど、これだからやっぱこっちにつけたら、こっちの頭につけたらいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ一応こんな感じで利用することができます。それでは次はこのアーマーマウントっていうのを見ていきましょうか。 こちらがアーマーマウントになります。これは以前に紹介したことがありますね。こちら9番になっていて、まあどこでも、まあ貼り付けられればつけられるということです。やっぱりこれ車なんかにつけて、車載用のまあマウントとして使うっていうことですかね。まあナビで使ったり、あるいはこうね、撮影したり、こう走ってるところを撮影したりとか、まあそういった使い方できるんじゃないかなと思います。で、これはですね、ここをひねって、こういう感じでね、 稼働しますので、まあ好きなところでまあ、固定するということです。で、ここも回りますね。ここも伸びたり縮んだりしますんで、適度な長さにして、で、最後ここがボールジョイントになってますね。ドライブレコーダーなんかによくあるね。えー、まあ要は、こう少し首が自由に動くようになってますんで、まあこれで最後微調整するといった感じです。実際取り付けるときはこんな感じのイメージでしょうかね。えー、下にこれで貼り付けて、 まあ、あとはね、このアームの長さを調整したり、角度を調整して、まあ、スマートフォンを使えるようにするということです。まあ、これもこれで便利だとは思いますけど、結構ですね、大掛かりなシステムというか、割とスマートフォンも大きいし、このアームも大きいんで、ちょっと場所を取るっていうかね、まあ、そういった感じはあるかもしれません。まあ、それでもちゃんと専用のね、マウントがあって、しっかりとここはつきますんで、この辺はすごくいいと思います。 それでは次はマイクロスコープですね。顕微鏡を見ていきましょう。で、こちらのオプションパーツを使うときは、ここの設定にですね、まあ、これを接続してビスで止めます。それでは早速接続しましたので、ちょっとじゃあこの箱を当ててみましょうかね。はい。わかりますかねこの印刷が実はこんなね、こんな感じになってるんですよ。ほら。しっかりとね、見えますよね。顕微鏡のように見えるということで、これなかなかいいですよね。 で、自由にこう動かせて。で、あと、ここにダイヤルがあって、一応ピント合わせるっていうかね。まあ、そういう感じになっています。まあ、じゃあ、ちょっとこれだと分かりづらいんで、私の頭皮チェックしてみましょうか。昔、頭皮チェックってありましたよね。はい。いや、気持ちありちょっと、グロ注意ですね、これ。50代の毛根はかなり弱ってる。弱って、て細いなぁ。だいぶ細いなぁ、もう。 あー、これはちょっとリアル。うわ、細っ。弱々しいし、なんか、ちょっと隙間空いてませんかこれ。あなんかこうやって見ると、結構蹴って隙間あ、気持ち悪い。弱々しい。うそれでは最後はエンドスコープですね。内視鏡ですね。わ、まあ、かりやすく言うと、胃カメラみたいなやつですね。 それでは接続してみました。先ほどはね、まあ、顕微鏡なのでかなり拡大されてしまっていたわけですけれども、まあこれはもう少しね、ここ全体的に見える感じになります。だから隙間なんかにこれを差し込んで中を確認したりすることができます。で、これですね、箱にデュアルカメラって書いてあったんですけど、カメラね、2つあるんですよね。従来のやつは多分このね、頭にしかなかったんですが、今回はね、横にもついているので、より周りをね、確認することができるんですね。 はい。これは今正面映しています。箱がね、映ってると思うんですけども。で、手元のね、リモコンでボタンを押すと、カメラが切り替わります。まあ、これはおそらくこの上ですね。横に、ここの横についていて、今天井のね、えっ、ー、と、エアコンが映ってますけれども、まあ、こんな感じで、要は2つカメラがついてるんですね。これを切り替えて、周りを見たり、 ま、正面を見たり切り替えることができます。で、あと手元の台でライトの強さですね。どうしてもこう近くなってくるとライトが強いとね、こう真っ白になっちゃうといけないんで、少しこう弱めて明るさを調整するという感じですね。ということで今日はですね、ウレフォンの光るね、巨大なスピーカーを搭載した珍しいタフネスマートフォン、アーマー21を紹介させていただきました。こちらの端末ですね、プレスセールが始まります。6月の12日から18日という期間で、 え、価格の方はですね、一応199.99ドルという価格です。まあ日本円で2万7千から8千という価格です。まあ防水防塵性のもたね、タフネスマートフォンで、まあ巨大なスピーカーが付き、 120Hz のね、高リフレッシュレートに対応してナイトビジョンカメラを搭載してるっていうことを考えればですね、あとバッテリーの容量も多いですよね。まあそんなに価格的にはめちゃくちゃ高くはないかなと思います。ただやっぱりスピーカーのところにね、メリットを見出せないと、まあ他の端末でいいよねってことになっちゃうんで、まあこのスピーカーが欲しいかどうか、この光るスピーカーが欲しいかどうかっていうのが重要だと思います。であともう一つはですね、これ先着50台ですね。これについてはなんと99.99 99ドル。半額、約半額なんですね。 この価格で買えれば結構安いかなと思いますね。で、言ってもね、この端末タグネススマートフォンで、しかもね、その巨大なスピーカーをついてるってかなりニッチな端末なんで、セールが始まった時にすぐに買えば、この50台に入れるんじゃないかなっていう気はちょっとするんですよね。となってくると99.99 99ドルで買えるっていうのは結構魅力的じゃないかなと思います。購入先についてはね、動画の説明欄にリンクを置いておきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい、今回は以上です。